国際連合教育科学文化機関国際連合教育科学文化機関国際連合教育科学文化機関ユネスコは国際連合の経済社会理事会の下に置かれた教育科学文化の発展と推進を目的とした専門機関である1945年11月に44カ国の代表が集い イギリス・ロンドンで開催された、国連会議・ユナイテッド・ネーションズ・コンファレンス・フォーザイ・スタブリッシュメント・オブ・アン・エデュケーショナル・アンド・カルチュラル・オーガニゼーションにおいて、11月16日に採択された、国際連合教育科学文化機関研章ユネスコ研章に基づいて、1946年11月4日に設立された。 拠出国はアメリカ合衆国 22%2 位は日本9%である米国は拠出禁支払いを全額停止しているため実質的に最大の拠出国は日本である英語の正式名称はその当時語であるユネスコユネスコウも公式に用いられ日本語ではユネスコと称するフランス語の場合はだが略称としては一般に英語に準じて ユネスコを用いる。本部はフランスのパリにある。教育や文化の振興を通じて、戦争の悲劇を繰り返さないとの理念により設立の意義を定めたユネスコ憲章の前文には、戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の取りを築かなければならないとの文言がある。活動にあたっては、重点的に推進する目標として、 万人のための基礎教育、文化の多様性の保護及び文明間対話の促進、などを定める。それに基づき、例えば前者に関しては、識字率の向上や義務教育の普及のための活動、後者については、世界遺産の登録と保護、文化多様性条約の採択のほか、歴史的記録遺産を保全するユネスコ記憶遺産、世界の記憶事業などを実施する。その他。 極度の貧困の半減、普遍的初等教育の達成、初等、中等教育における男女差別の解消、持続可能な開発のための教育、危機に瀕する言語の保護などを内容とするミレニアム、開発目標など、国際開発目標達成を目指す。ユネスコの最高機関は、全加盟国が参加する総会である。総会において各国は、それぞれ一票を持ち、 ユネスコの政策や事業計画についての決定を行う。総会での議決は、ユネスコ憲章の改正などの重要事項については、加盟国の3分の2の賛成が必要となるが、通常の事項については過半数の賛成で決定される。総会は2年に一度、通常はパリにおいて開催される。この総会の決定に基づく、計画の監督や、 事務局が作成した予算計画などを総会にかける前に審議するのが執行委員会である。執行委員会は1年に2回開催される。この両機関のもとに事務局た実行機関が存在する。事務局長はユネスコの代表となっている。パリの本部のほか、世界各地に通常を複数国を管轄する地域事務所が置かれている。また、各国にはそれぞれ、 ユネスコ国内委員会が設置され、ユネスコ本部と各国政府との間の連絡機関となってい、日本にも日本ユネスコ国内委員会が設置されている。ユネスコ活動の普及と理解促進のため、世界の著名人をユネスコ新全大使に任命し、様々な活動を行っている。1946年11月4日に設立された後、 ユネスコは徐々に加盟国を増加させ、活動も多岐にわたるようになった。1951年には未だ国際連合本体に加盟していなかった日本が加盟するなど敵国条項を適用される旧数軸区国の加盟も比較的早期になされたが、何よりも大きな影響を与えたものは1954年のソビエト連邦の加盟である。これによりユネスコは共産諸国、 冷戦下の東側諸国にも活動の場を広げ、さらに1950年代から1960年代にかけてアジアやアフリカの新独立国が次々と加盟を果たし、加盟国の大半が南側諸国によって占められるようになった。これはユネスコの活動を大規模化させることとなったが、本来設立の中心となった欧米先進諸国が、 数の上では少数派となったことによ、両派の間で対立が起こるようになった。1980年代には、法満財政等のマネージメントの問題に加え、活動が政治化していることに、先進諸国の間で不満が高まってきていた。中でも、問題となったものが、当時の無謀事務局長が提唱した、新世界情報秩序である。これは、 世界の情報の流れが先進国から一方的に発信されている状況を是正しようとするものであり、発展途上国の間で強い支持を得たものの、この議論の中で東側諸国がジャーナリストの認可性の導入を提唱したこともあり、この計画は報道の自由を制限するものだとして、先進国からは強い反対の声が上がった。これを一番の原因として1984年に、 最大の分担金拠出国であったアメリカ合衆国が、ついで1985年にはイギリス及びシンガポールが脱退し、ユネスコの存続は危機に立たされた。この間日本はユネスコにとどまり、分担金の約4分の1近くを担う最大の拠出国となった。結局、イギリスは1997年7月に、 アメリカ合衆国が2003年10月にそれぞれユネスコに復帰した。2013年11月現在の加盟国数は195カ国、準加盟旧地域である。日本は1951年7月2日に加盟。最も新しい加盟国はパレスチナ国である。2011年10月31日に総会が開かれ賛成107、反対14。 危険52で、国とししての正式加盟を承認した。アメリカ合衆国、イスラエルなどは反対し、日本などは危険。アメリカ合衆国国務省は、この決議案採択への対抗措置として、ユネスコ分担金の停止を実行し、2017年10月にはユネスコを再脱退すると表明。2018年12月31日に脱退が発行し、オブザーバー参加となった。 また、イスラエル外務省は、パレスチナを非難するとともにユネスコとの協力関係に捨て再検討すると表明し、2017年10月に、同国はアメリカに続いて、脱退を表明した。なお分担金負担停止から2年経過した2013年に、両国は議事への投票資格が停止されている。1946年の第一回総会以来開催された。 ユネスコ総会は下記のようになっている。総会は1954年までは毎年開催だったが、その後は2年に1回の開催となっている。1995年以降、執行委員会は58カ国によって構成されている。委員国の選挙区は地域別に6つのグループに分かれており、その中から決められた議席に応じて総会で選挙が行われ、 委員国が選出される。委員国の任期は4年で、選出された総会から2回後の総会までを任期とする。以下の研究所はユネスコの計画を支える組織の専門機関であり、国家機関や各分野に専門的な支援を行っている。ユネスコ外は国際では以下のようになっている。ユネスコは2005年より、 電子図書館プロジェクトに取り組んできたが2009年4月21日にインターネット上にて公開された。この公式サイトでは各国の文化資料を地域別、テーマ別、年代別に横断して一望でき、一般の利用者、研究者の別なく無料で閲覧できる。展示資料は米国議会図書館、アレクサンドリア図書館、エジプト、国立国会図書館、日本など、 世界の32機関が参加し、現在、書籍、趣向、地図、写真、動画など、約1200点のコンテンツが閲覧できる。ユネスコ加盟国は194カ国である。この表では加盟国と、その加盟日時を記す。2012年現在、は、ユネスコ加盟国ではないが、国内委員会は存在する。以下の10地域はユネスコ巡回員となっている。 アメリカは1946年11月4日から1984年12月31日まで加盟国だったが脱退し2003年10月1日に再加盟したが2018年12月31日に再脱退しオブザーバー参加となったまたイスラエルもアメリカと同様に脱退楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください